何でもいいんです何でもいいんですけれども生涯にわたってやれる運動習慣というものをですね、つけてくださいそれもできれば楽しんでストレスなくやれるものが望ましいです私は今日この公園に来る前にですね今日雨だったんですけれどもゴルフをやってきました、えー、まあ本当平日の真っ昼間ですけれども 幸いなことに最近はですね、リモートワークだったりですね、スマートフォンでお仕事ができるようになりました。ゴルフ場何がいいかというと、歩きスマホ OK です。あの芝生で、あのめちゃくちゃ広い芝生があるんで、僕ずっと歩きスマホしてるんですけど、自分が打つ以外の時はですね、ずっと歩きスマホして仕事ができるんです。なんとびっくり。もう今リモートワークの時代なんで、僕一緒に回ってる人なんかは、 あのワイヤレスイヤホンをつけてあのテ,レテレカンやったりとか海外とテレカンやったりとかしてる人もいるぐらいですゴルで夏になるとですねナイターとかねアーリーバードっていうのがあって例えば朝6時からプレーして9時とか8時とか9時とかに終わるんですね18ホールも終わらせられるんです一人でプレーしたりとかしたら。 そういったことを僕すすごくお勧めしますなんで僕はゴルフをおすすめするかというとですねゴルフというのはハンディキャップ制度というのがあって高齢者だったり女子だったり体力とかがなくなっの比較的高くない人に関してはですねハンデというものがオフィシャルに例えば打つ場所が前の方だったりとかっていうことがオフィシャルに認められている競技なんですね。で自然の中であの 何がいいか太陽日光を浴びるとですねビタミン D が出ますビタミン D が分泌されると何がいいかって骨が強くなるんです骨を強くするためにはビタミン、まあ、本当太陽の光を浴びない人はビタミン D のサプリメントを取った方がいいんですけれども結構女,女性は特にそうなんですけれども骨粗小症というのになりやすいですあの特にあの閉経して女性ホルモンが出なくなると、えー、よりその あの骨密度が下がってですね、骨粗鬆症になりやすいって言われてます。あの四十代以降で、えー。若い頃の身長に比べて、二センチ以上短くなっている人。身長が二センチ以上。低くなっている人いたら。これは骨粗鬆症で、えー。脊椎が。折れてる可能性が高いです。 まあ折れてるって言ったら圧迫骨折なんですけどなのでなんかちょっと腰が痛いなみたいな腰痛するなずっと慢性の腰痛があるなみたいな人で身長が2センチ以上縮んでる人がいたらこれは骨粗しょう症のまあ腰椎の骨折圧迫骨折を疑った方がいいかもしれませんでそういったもののまあ太陽日光を浴びるとですねそういったビタミン D も分泌されて何よりこれあのカートに乗らないでほしいんです。 歩いてほしいんです。僕も今日歩きました。一万八千歩歩きました。十キロ以上歩きました。太陽の下で、野外で緑に囲まれた空間を十キロ以上楽しく歩く。なかなかできることじゃないですけど。これを週に一二回でも、やることができたら、足腰弱ること、なかなかないです。そして、そういったこう、ね、あの認知症だったりとか。 えー、外に行きづらくなるとかっていうことはですねだいたいそういう歩かなくなる足腰が弱くなることから始まりますいきなりゴルフで10キロ歩くと本当筋肉痛で多分大変だと思うんで若いうちからそういう習慣をつけておくってことですウォーキングっていうのは生きてる間ずっとできますまあ実際ゴルフ場行くとですね伝統的なゴルフクラブなんかはですね80代以上の方々も結構プレーされてます そししてて仲間たちととって楽しくプレーをすると、まあ、年金生活者の人とかもいるんで年金の額を気にしながらです、ね、平日の昼間の割引枠とかを使って行ったりしてる人たちも多いんですけどこういった障害スポーツ何かしら一つでも二つでもいいんですけれども持ってるっていうことはですね非常にあの健康で長生きをするための一つの大きな秘訣になってくると思います。